東方は昨日う知ったが、ラクトパミンを使用した豚肉の輸入解禁はアメリカ産に限ったものではない確かにアメリカ産に限ったものではありません、衛生福利部の陳自中部長は農業委員会の広告を取り出し、飼料添加物を使う肉の国内製造や販売を禁止すると書いている、しかし、国外でラクトパミンが使用された場合は禁止規定の範囲内ではない。 つまりその他の国のラクトパミン使用豚肉も台湾に輸入することができると説明しました台湾が豚肉を輸入している国は全部で13カ国そのうち9カ国は EU 加盟国で基本的にはこれらの国々はラクトパミンの使用を禁止しているアメリカはこのような飼料添加物を使用しているのは22%だカナダは輸出肉にはラクトパミンを使用していない ただ台北市、台中市、鍵木市を含む多くの地方自治体でラクトパミン検出ゼロを条件に取り決めており地方と中央で補聴があっていないことが明らかとなっています政府は最低ラインを定めた地方自治体はさらに厳格にしてもよい,でいで要安全性というのは地方によって異なるかどうかを確認する必要があるこれらを全てクリアしてから次のステップを決める しかし現在この件に関する全ての行政命令は立法院で審議を待っています結果が出て初めてどうやって地方と意思疎通を行うかが決められますラクトパミン豚肉論争はすぐには収まらないでしょう